いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日はトレードしながらの解説をしていきたいと思います。で、早速ここでエントリーしたんですけど、今回トレードの根拠にしたのが、まず時間帯が今東京市場の朝10時過ぎで、FX 経験者の方はご存知だと思うんですけど、東京市場の朝9時55分っていうのが中値決めの時間で、結構な確率で上昇しやすいんですね。で、その上昇の後の戻しを狙ったエントリーなんですけど、で、東京市場の特徴として、その9時55分の中値決めの時間までは結構上昇してくんですけど、その後ですね、10時過ぎくらいから一気に買いの勢力弱くなる傾向にあるんですね。特にこういった急上昇の後っていうのは、まあ、ある程度の利益確定の売りが入って、だいたい半値くらいまで落ちてきたりします。で、その落ちてきた勢いでそのまま、まあ、上昇の起点を下回ることもあるんですけど、今チャートで見てもらっても分かるように強い下ヒゲが出てますよね。で、だいたいその下ヒゲ出てる位置が今この上昇の半値くらいで出てるんですけど、で、チャート見ても分かるようにちょっとレンジなってる部分の、まあ、上限くらいでサポートされてますよね。なので、この下ヒゲとだいたいこのレンジの上限あたりを根拠にして、まあ、成り行きでエントリーしていきました。で、もちろんこの下降の勢いで一気に下行っちゃう場合もあるので、損切りは浅めに入れておきます。で、その場合成り行きで損切りや決済注文してってもいいんですけど、僕の場合はこうやって OCO 注文を使って事前にエントリーの後に損切りの位置と決済の利益確定の位置をあらかじめ予約注文しておきます。で、今回の損切りと利益確定の位置は、損切りがまずこのエントリーしたこの辺りですね、このラインを根拠にしたんですけど、ここの少し下、ここの少し下まで来たらもう損切りしていきます。で、利益確定はこれは堅実に前回高値の少し下あたりで自動で利益確定していくように設定しておきます。その場合必ず意識してほしいのが、エントリーした位置から損切りまでの距離と利益確定までの距離、これが損切りまでの幅よりも利益までの幅の方が大きいところでのみエントリーするように心がけてください。これを損勝利台といって、例えば勝率が 50% だとしても、勝つときは大きく勝って、負けるときは小さく負けるといったトレードを繰り返すことにより、合計で勝つことが可能になります。今回のトレードはエントリーは成り行きでエントリーしていったんですけど、 IFO 注文といってエントリーも予約注文で入れる方法があるんですけど、それを利用することによって日中チャートを見ることのできないサラリーマンの方でもこういったトレードをすることが可能になります。で、FX なんですけど、初心者の方とかで結構難しく考えている方多くいると思うんですけど、僕の動画見てもらうと分かるように、まあ、ある程度の基礎さえしっかり固めてしまって、あとは先ほど説明した損勝利台の考え方ですね、資金管理面になるんですけど、そこさえしっかり徹底して守っていくことで、こういったトレードは簡単に行うことができるようになります。
で、ブログの方から直接この動画を見に来てくれている方もたくさんいると思うんですけど、 YouTube でこの動画を見つけて興味を持ってくれた方はぜひブログの方にも遊びに来てくださいね。動画の概要欄の方にブログの URL を貼っておくので、そちらから見に来てください。今回もためになったっていう方だけでいいので、YouTube のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。